僕にもお話聞かせてくれるかな。ちょっとチクッとするかもしれないけど、僕君のことを傷つけたいわけじゃない。でもちょっとだけ痛いかもしれない。でも大丈夫だから、目を閉じたらすぐに終わるからね。君はもうあの頃のような子供じゃない。大人だからちょっと痛いくらい我慢できるよね。君は強い劣等感を抱えているんだね。これは多分生い立ちのせいかな。暗い孤独感を感じる原因はそれだね。僕もね、ちゃんと見えているんだ。でもこういうのって言葉にするのが大事だから、君の口から教えてほしいな。君のお父さんとお母さんのこと、母親のこと、父親のこと。ああ、どうしよう、これ順番に聞けたりするのかな。ちょっと母親の方が気になるかも。母親のことはあまり覚えていない。説明しようにも思いつかないんだ。あの人を経由する言葉を俺は知らない。ただ優しい人だったかもしれない。父親が亡くなるその日までは、父親がいない生活を過ごしているうちに漠然と気がついてしまった。愛情には条件があること。君は覚えているのかな。お父さんがいなくなった日、お母さんが悲しみから戻れなくなった日のこと。どうだろうな、曖昧だ。俺は悲しくはなかったからな。俺には父さんの姿が見えていたから。そうか、もうその頃からそうなのか。死という意味も、そこにいるのにいないという感覚も理解できなかった。俺は幼かった。母親の悲しみなんか想像もつかない。いるのにいない、意味がわからない。そんな俺が愛されるはずがなかったんだ。当時5歳になったばかりの君、幼子の君はご両親の愛で生きていた。失礼しました。そんな君が愛をもらえないということは、首を絞められるのと同じくらい苦しかったよね。君にはお父さんが見えていたんだね。物心がついた頃からこの世ならざる者と暮らしていた君にとって、それは当たり前の光景だったのにね。日常に似た非日常に慣れていた君は不思議に思えなかったんだよね。死んだはずのお父さんがいつでもそばにいること、疑問を抱かなかった。母親にとっては不気味以外の何者でもなかったんだろうな。父さんが見えると訴えた後の日々を俺は思い出したくもない。その瞬間、君はお母さんの愛を失った。どうしてそう感じていたのかわからないよね。無視されたり暴力を振るわれたりしていたわけでも、育児放棄をされたわけでもないのに、君は庇護対象の本能で愛を失ったことを知った。お母さんが君を不気味に思う反面、嫉妬していることに気づいていたね。君だけが唯一愛した男性と触れ合える事実、お母さんにはそれがどうしても我慢できなかった。あまりにも醜くて
泥のように汚い感情をその小さな体で受け止めるのは辛かったよね。君は賢かった。それをよく知っていた。愛を取り戻すためなら何でもできた。貧困法制であり、清く正しく生きることに努めた優等生ならきっと愛してもらえるかもって。学校では先生に褒められて宿題を忘れたことがない。勉強して良い成績を収めて将来を期待されて、お母さんに決して迷惑をかけないような、花丸をもらえるようないい子になろうとした。わがまま言わないで本当によく頑張ったんだね。でもそんな小細工は、そうだ、一切通用しなかった。俺は勝負に負けたんだ。俺は。君は8歳の幼さでこの世の地獄を見たんだね。何の前触れもなく君は捨てられることになった。児童養護施設の人は優しかったけれど、そうじゃない。求めた愛の見返りが当然のように手に入らなかった。その事実が君を苦しめ続けているのかな。幼少の経験が今の俺の人生観を歪めてしまった。それは否定できない。ごまかすつもりもない。だが俺は憎いわけではないんだ。俺の不遇なんか取るに足らないとそう思える感動と出会えた日から、俺は少し変われるような気がしたんだ。君は絶望の中での泳ぎ方を知っている。孤独の紛らわし方を知っている。君は本当は帰りたいんじゃないのかな。慣れ親しんだ暗闇の中に閉じこもるのが楽だった。見つけた希望をめでているだけで満足だった。今さら孤独にもなれない。幸せにもなれない。君の居場所はもうどこにもなくなってしまったんだね。君があの人たちを追いかけ続けているのは、全て壊して最初からやり直したいからだよね。あの子は幸せでなければならない。君に付きまとうのはそんな使命感なんだね。そうだ、俺が幸せになりたいわけではない。俺が求めているのはありふれた日常の約束された未来だ。だからこそ俺は許しはしない。日常を破壊した奴らを決して俺のこの手で。話してくれてありがとう。君はとても危ういね。二見先生が心配するのよくわかったよ。僕もね、君が諦めて帰ってくれるのが一番いいと思うんだ。危ないしね。でもそれって君の命の意味を殺してしまうってことに同じなんだよね。だからね、目を開けてゆっくりと、僕ちゃんと応援してるから。はあ、一気に喋っちゃったね。僕たくさんお話しするの久しぶりだった。痛かった？いや、もう子供じゃないからな。最後、
最後の一言。大丈夫、冷たい人じゃないといいな。いや、人玉なんだけど、冷たい人玉じゃないといいな。こんにちは。複雑。お前の答え、己よく知ってる。恐怖、怒り、復讐心、飼いならしてる。ゆえに我ら皆不安。死なない覚悟あるか。無事でいる、誓えるか。お前とても弱い、それでも前に進むのか。最後の確認、くどいか。答えは決まっている。理解。お前の行く道、我ら邪魔することなかれ。あっ、消えた、光ってる。あっ、書斎の鍵。みんなありがとう。人玉さんたち、なんかあれだね、二見先生より、まあ、二見先生よりって言うとあれだけど、あれだね、なんか源さんのことをすごく親身に思ってくれたね。二見慎太郎が所有していた書斎の鍵、ありがとう。お話終わった？ああ、ほとんどな。ありがとう、二見先生。書斎の鍵を受け取ったのだね。ああ、そうだ。これで大手を振るって退院できるな。もちろんだ。おめでとうと言うべきなんだろうね。君は私が思う以上に自己分析ができていたのだね。全てを見透かしていたつもりでいたが完敗だ。だからこそ君は不安定で、私も不安が拭えないのだが、もはや止める理由はないだろう。とどのつまり、私は医者として未熟だったのだな。この身を変えて今さら成長するわけがないのだが、いや、この話はやめよう。君を目の前にすると私の方がカウンセリングを受けている気分になる。引き止めてすまなかったね。君は君の思うがまま信じた道を行くといい。それでもどうか気をつけて、そして約束してほしい。必ず無事でいること、それが医者冥利に尽きるよ。さあ行きなさい。君たちの無事を祈っているよ。ありがとう、ふさみ先生。ああ、いなくなってる。猫ちゃんがいつの間にかいなくなってる。今度こそ終わり？随分と待たせてしまったな。うん、平気だよ。私もちょっと考えたいことはあったし。悩みがあるのか？あの手紙でしょう。え、ああ、うん、なんでもないよ。大丈夫なのかな。次のカニチャンスはいつかなとか、そんなことしか考えてないよ。うん、嘘が下手だから頑張ってお仕事の続きしよう。それならいいんだが。いや、よくないよ。大丈夫かな。うわ、めっちゃいるやんかい。全然いるじゃん。あ、近づくのやめとくんだ。この子だ、手紙入れてきたの。なんだこいつは。なんだてめえ、なんだっけ、なんだてめえだっけ。どっぽ切れた。どこだ書斎。あ、ここだ。いきなり開けます。じゃあドキドキ。あー、広い。あ、結構広い。宝の地図が貼ってある。絶対違うな、普通に世界地図だろ。さて、どこから調べるとしようか。地下への入り口がどこかにあるはずなんだが、地下へ行くためには仕掛けを解く必要があると二見が言っていた。そうなんだ。本しかないように見えるけど、手分けして探してみよっか。私この本なら見てみるね。ありがとう。
ちょっと待って、一回猫ちゃん。あ、猫ちゃん。調査が先決だ。廊下に出る必要はない。まさかの猫ちゃんセーブ。ブロッキング。しょうがない、見ていこう。損傷が激しい古い書籍だ。破られたのか失ったページもあるようだ。なるほど。医学書が並んでる。歴史書や日本地図集などが並んでる。あ、だから世界地図か。歴史系か。オカルト関連の書籍が並んでいる。すげえ読める。全部読もう。霊能力について。霊能力とは霊や霊魂、精霊でいいのかな。生き霊か。生き霊精霊か、失礼しました。などの、存在を感じ取り、不思議な力で各々に干渉する能力である。まさに源さんが持っている力だね。霊能力が発達しているものは霊能力者と呼ばれており、除霊や霊的ヒーリングを行うことができる。能力を自在に行使することはできないが、自動的に霊的な存在を感知する感性は霊感と呼ばれている。あ、源さんのはこっちだ。霊感だね。霊視、霊を見る力。これあるね。千里眼、遠くの人や物を霊視する力。これは源さんないのかな。霊聴、霊の声を聞いたり会話する力。これはあるな。え、ってことは千里眼ももしかしたらあるのかな。あのゆり子さんの部屋に連れてかれたのってあれ一応千里眼。いやー違うか、難しいな。など霊能力には複数の種類が存在すると考えられている。そんな立派なものではないのだがな、俺は人より少し霊とやらを引き寄せやすく、霊体を視認し会話できる程度のものだ。あ、一概に言えないのか。一括りには。今後この力とやらが発達することがあれば、俺でも除霊ができるようになれるのか。あまり真剣に考えたくはないな。え、でも除霊できたらさらになんかね、お仕事とかできるんじゃない。人を救えるかも。降霊術。降霊術とは占いなどの目的のために死者を呼び寄せる魔術の一種である。霊魂の憑依先は人形、第三者、自分自身など術者によって様々である。あれだよね、自分自身にこう下ろすのイタコさんとか言うもんね。あ、これだ。日本ではイタコの口寄せやコックリさんなどが有名な降霊術の一例だ。あ、そう、コックリさんもね、あれキツネキツネ言うけど、あれキツネの神様を下ろして、あの質問をしてるもんね。そうだ、降霊術とはもともと占いや情報収集のために使われていたとされる力だ。日本でも戦時中は殺した敵兵の魂を術者が降霊し情報を得ていたという説もあったほどだ。そうなんだ、初めて聞いた。降霊術が軍事利用されていたのは大昔の話らしいがな。どうなんだろう。実は今の現代でもさ、隠されて極秘裏にやられてるとかあったら面白いのにな。まあそんなオカルティックな話はまあないか、さすがに。創造的再生説について。なんだいこれは。転生に関しては様々な考察が寄せられているが、今回はその中の一つ、創造的再生説について記載しよう。あ、これ大事かも。連中に関わってくるかも。ライアル教会に。日本の神道にある分霊の概念から唱えられたこの説は、新しく生まれた魂は前世の魂の分霊である。はあ、なるほど。魂がいくつも分離して地上に生まれるという考えである。魂は分霊を繰り返しているため、同じ前世の記憶を持つ魂が時を隔て、または、同時期にそれぞれ違う場所で生まれてくることもあると考えられている。これはあまり参考にはならなかったな。今の俺には関係のない話だ。でももしかしてこれを信じて英氏さんはその同じなんていうか血を受け継いでいるというか、ある意味魂を受け継いでいる娘をより城にしようとしたのかもしれない。なんだ？源さん、何か見つかった？いや、まだ何も見つかっていない。まさか本当に全部の本を一冊ずつ調べていかないとダメなのかな？可能性としては否定できないな。それか本棚そのものに仕掛けが施されているか。何今の音？長丁場になるかもしれない。光はそこの椅子で休んで。今の何の音？今のはなんかシャッターみたいな音したね。
カメラの。まさかこれか？写真が一枚出ているな。お、ポラロイドカメラ？覚えたよ、もうポラロイド。それさっきのポラロイドカメラ？何かでシャッターを押しちゃったのかな？というかゲンさん、そのカメラまだ持ってたんだね。ああ、仕方なく持ってるんだ。仕方なくなの？実はあのカメラマンに気に入られたせいか、捨てても捨てても戻ってくるんだ。呪いの人形みたいな。呪いの人形じゃなくて呪いのカメラが面白いな。え？このカメラはなぜか俺から離れない。でも多分ヒカルちゃんだったら使えるんじゃないかな。あのカメラマンさ、ヒカルちゃんの写真好きだったもんね。そんなオカルトカメラにも愛されちゃうなんて本当に大変。いや、このカメラは案外役に立つのかもしれないぞ。なんで？そうなの？お！あれ？ほんとだ。このカメラすごいね。めちゃめちゃヒントやん。撮ったものと別のものがその写真に写っているってことだよね。そうだ。使い方次第だが、このカメラは念写ができるのかもしれない。お、ハーミットパープル？この写真によると、地下への入り口はこの本棚の下に隠されているな。すげえ。ってことは壁の中にこの本棚がゴゴゴゴっとめり込む感じになってるね。地下入り口の写真を手に入れた。ありがとう。この本棚を右に動かすと真下に入り口が現れるらしいが、俺の力では動かすことはできないようだ。これが二見が言っていた仕掛けだろうな。このカメラを使えば仕掛けを解く手がかりがつかめるかもしれない。呪いのアイテムじゃなくてお助けアイテムだったのかな。あまり使いたくはないかな。どんな代償があるか分かったものじゃない。だがここは遠慮なくこいつに頼らせてもらうことにしよう。これで詳細の調査も楽になるはずだ。これは過去が映せるカメラだったのかな。タイムマシン的な。いや、食堂の写真を撮った時は俺の撮りたいものが撮れたんだ。俺の必要な情報を映すカメラという解釈の仕方が正しいだろうな。すげえ便利。ご都合の、完全にご都合主義アイテムだ。念写ができるとなれば普段の探偵業も、でも役立ちそうだが。ちゃんとお払い行こう。そうだな。まあさすがにずっと持ってたらなんかありそうだもんね、大将。あ、猫ちゃん。もう名前つけたくなってきた。調べたい箇所の前でカメラを使う。まずはここから始めるぞ。カメラの、あ、待って、なんか右上にカメラマークついてる。いつの間にか急に来た新機能。カメラの念写によって仕掛けが凹凸、手がかりが見つかるかもしれない。ゲンさんが今まで育ててきた探偵としての観察眼がきらめく時だね。ピンポイントで怪しい場所のベストショット撮れるよね。俺の腕前はさておいて、このカメラが何かしらの代償を必要とするかもしれない。不利益がないものだと判断するまではなるべく少ない枚数で収めるのが賢明だな。なるほど。カメラは A キーまたは、画面右上のカメラボタンのタップ、メニュー画面のアイテム欄で使用できます。所在の調べたい場所の前でカメラを使用し、地下へ降りるための手がかりを見つけましょう。了解です。一回セーブしよう。邪魔はするなよ。え、この子の写真撮れないかな。ダメでしょうか。さあ、ちょっと水分補給もしてきたので続きやっていきましょう。ということで早速写真を撮っていきたいんですけど、まずはやっぱりこれかな。古い振り子時計だ。指針は口で止まっている。時計盤には2つの穴が開いている。ゼンマイを巻く鍵が見当たらないな。どこかに隠しているのか。全然ゼンマイ侍のお団子だんだんだたんのだん。懐かしい。なんだっけ、これなんていう技だっけな。なんだっけ、七色ゼンマイ光剣みたいな、なんか名前あったよな。忘れちゃった。忘れちゃったのでスルーします。これ撮ってみようか。なんかあれじゃないの、別の時計が映るんじゃない。別の時計っていうか、時計のこの別の時が。これは来た。大当たり大当たり。振り子時計の写真を手に入れた。この写真だと時計が12時で止まっているんだね。ほう。
でもこの時計の針は9時で止まっているよね。なるほど。この連射は必要な情報を映し出すわけだよね。だからこの12時っていう時間はおそらく何か使うんでしょう。実際の針と位置が違うということは、指で触って動かす必要があるという意味だ。事務所にもこういう時計があるけど、2つの穴って何に使うの？右は針を動かすために巻くゼンマイの穴だ。時刻合わせに使用する。左の穴は時報の鐘を鳴らすためにあらかじめ巻いておく必要があるものだ。ほう、なるほど。右が時刻合わせ、左が、時報の鐘。なるほど。なんか色がついてたから大事そう。でも確かこの時計って壊れててもう鳴らないんだよね。日和の日記にはそう書かれていたが、どうせ何かのからくりがあるんだろう。まあ、音鳴る鳴らないじゃなくて、多分なんか手順とかを踏めば開くんじゃない。でもう一個ちょっと気になったのは、この損傷が激しい古い書籍、この破れて失われてるページあるじゃないですか。これ念写したら破れてない頃の本が読めるんじゃないかっていう。どうだ。お、これは来た。お、来た。刺繍の写真。刺繍ポエムですか。ポエムブックですか。写っているのは失われていたページか。てかさっきまであのすごい結構シリアスなあれじゃなだったじゃないですか。流れ的にあの人玉カウンセリングね勝手にコーナーの名前つけてるけど、人玉カウンセリングすごく重かったからちょっとなんかテンションが高くなってきてますね。なんかボケ倒そうとしてる自分がいるわ。内容は詩の一部だな。ほう、私にも見せて。今始まるはダンスの時間、チャンスの時間。それはあのアベマ TV で千鳥さんがやってるレギュラーね。時がぐるぐる回り始めるの。あ、俺は今ピカッと来ちゃった。あのレイトン教授ぐらい来たわ、ピカッと。これさ、あれじゃない、あの時刻合わせって書いてあったさっきのあの写真のヒントみたいなやつと字の色が同じだ。ピンク、時刻合わせピンクじゃん。時がぐるぐる回り始めるの。不思議で滑稽な楽しい時間。ひとまずそこ覚えておこう。西の恋人のお手を取って東の恋人とハグをするわ。え、二股。どういうこと？西の恋人、東の恋人。つま先にキスする南の恋人、三股。私が最後に選ぶ人を知っている。下手したらじゃあ四股？鐘の音を聞かせて。未来が見たいの。怖くないわ。みんな私のもの。あ、これ時報のさっきのあの色と同じだ。なんかこの紺みたいな。紫と紺混ぜたみたいなやつ。はい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 。普通の詩だね。ああ、普通の詩だな。なんかもっとすごいこと書いてあると思ったのに。何も関係ないかもしれないけど、とりあえずちゃんと持っておくね。はあ、なるほどね。わかっちゃいました僕。もう一回見ていいですか。これ多分、手順でしょ。それこそ。順番だと思うんですよ。まず多分これ文章の順番的にいくと、まず時刻合わせの鍵を回して時刻合わせを始めるよっていう風にすると。だから最初はどっちだっけ、右だっけ。右が時刻合わせだよね確か。あれ確かそうだよね。だから右を回す。でこれ西東南最後って言ったじゃないですか。多分これ西東って時計のその針の向きだと思うんですよ。まず西ってなると9時だ。あ、今時計最初9時だよね。あ、合ってるっぽいな。9時で東が3時南が6時。今9時3時6時ときた。で最後に選ぶ人を知ってる。分かっちゃった。今パンがすごいうるさかったかも、ごめんなさい。ものすごいひらめきで最後に時報鳴らすんだよね。あ、ほらこの時計の写真は12時を表してる。でこれは必要な情報を映す念写だから、最後に選ぶ人をあなたは知ってるってことだから、念写で手に入れたこの12時が最後に選ぶ人だと俺は思うのよ。そう、ミルクボーイがあのコーンフレークの五角形の特質を言う時ぐらい俺は思うのよ。つまり最初時刻合わせ右の穴で鍵を回して9時に合わせる。あ、でもこれどうなんだろう。9時合わせてまたひねって3時に合わせてまたひねってってことなのかな。まあ、とりあえず右の穴、
9時3時6時12時左の穴ぽくない？これぽいよね。これ合ってんじゃない？あ、待って、そうだ、鍵が見当たってないんだ。ゼンマイ侍どこにいんのよ。ちょっとじゃあ探していくか。でも残ってんの本棚ぐらいだよね。椅子とかないもんな。多分調べられるところだよね。なんか怪しいところちょっとくまなく探してみますね。はい、ですね、一通り調べて、あのね、本の内容は基本的にね、どれも似たような感じで、まあ、ジャンルが違ういろんな本が並んでいるだけなんですけど、一個だけちょっとね、やっと目を凝らして思いついたところがありまして、この辺の本棚全部なんかすごくこう、バラバラというか、なんかこう乱雑になってるのに、この本棚だけ全部の本がすげえ綺麗に整頓されてるんですよ。これわざわざ変えてるってことは、なんかあんじゃないっていう。で、かつこの内容が、神話や宗教関連の書籍っていう、ちょっと、ま、ストーリーともなんか関係ありそうっていうことで、ここで使ってみる。違ったらごめん。ゲームオーバーとかなんないで。お願い。これは。お！来た！本棚の写真。合ってたっぽい。でも本棚の写真ってことは、もしかしてどの本並んで撮ってもよかったのか。だとしたら恥ずかしい。なんか今すげえドヤ顔で、この本だけ、この本棚だけすげえ綺麗だよね、みたいな。恥ずかしい。この写真だと一冊だけ本が抜けているみたいだね。今は全部揃ってるみたいだけど、その本、今なら見つかるかも。あ、なるほど。写真ではなかった本ね。抜けてた本は、多分これかな。見てみよう。あ、これ、本じゃないよ。見た目は本だけど、小物入れだと思う。あ、ビンゴじゃない？鍵入ってんじゃない？木を隠すなら森か。箱は開きそうか？うん。鍵っぽいのついてるけど、これはただの飾りみたいだね。鍵付きの本ってかっこいいよね。来た！ドンピシャビンゴボン！巻き鍵を手に入れた。でんでんぜんまい。回る限り、このようんと楽しもう。懐かしい。めちゃめちゃ懐かしい。フルで歌いたいわ。なんだっけ、その後。この後なんだっけ？あ、お日様は出てくる、みたいな。これは贅沢パラダイスだ。懐かしい。懐かしいな。わかんない方は、ゼンマイ侍ってちょっと、Google とかで検索してみてください。これって、ゼンマイ巻くための？もしかしたら、ジェネレーションギャップがあるかもしれん。振り子時計に使う巻き鍵だな。なんだ、つまんない。もっとすごいの出てくると思ったのに。でもすごいんだよ。ゼンマイ侍って、刀についてる団子1個食べさせるだけで、どんな悪い奴でも言うこと聞かせるっていうすごい能力を持ってるから。ある意味すごいよ。あ、でもそうか、別に、今、ゼンマイ侍が出てきたわけじゃないのか。巻き鍵が出てきたんだ。勝手に俺が盛り上がってるだけだった。こんな手の込んだ隠し方をしているんだ。間違いなく、調査に必要なものだろう。なるほど。ゼンマイ侍言いすぎて、ちょっと、ものだららって、ちょっと今、滑舌が良くなかったわ。さあ、やってみようか。これでまず負けるんだよね。先ほど手に入れた巻き鍵は、この振り子時計に使うものだろうな。来た！これが仕掛けに関係しているのか。試してみるか。まずはじめに、起きた！ゼンマイを巻く。指で針を動かす。やめる。まずは時刻合わせの鍵を回すからゼンマイかな。右の穴。回しました。これでおそらく時刻を合わせられる。さて、お！あ、すげえ！1時から12時。じゃあまずは9時だね。俺の推理が正しければ。頑張ってコナン君。コナン！あ、よかった。ゲンタも応援しに来てるわ。次は、あ、なるほど。もうこうやって連続にでいけるんだ。じゃあ3時。西、東、次は、なんだっけ、南だから6時だ。6時。コナン君、頑張ってください。あ、よかった。光彦もいるわ。次は、最後、12時。コナン君！あ、あゆみちゃん。最後にゼンマイを、左の穴、これ時報の穴。さあ、どうだ？あ、行ったっぽい。左のゼンマイ巻いても鐘の音は鳴らなかったね。あ、そうか、壊れてるもんね。当然だ。壊されているんだからな。え？来た！ゴイゴイス！完璧じゃん！ちょっとさえまる、ピカまる、完璧まるじゃない。Perfect! Perfect body! あ、すごい！こんなくだらない仕掛けのせいで、本来の仕事を奪われるのは哀れなものだ。確かに、あの本棚じゃ意味ないってことだよね。
そう言われたらなんかかわいそうな気するかも。あ、時計の方か。そうか、金が鳴ったらここ開けたってバレちゃうから金壊されてるってことなんかな。でも本当に地下への入り口が隠されていたなんて。そろそろすごいものが飛び出してくるような予感がするよ。確かに、ちょっといよいよ、まあ今までもすごかったけど、いよいよちょっとなんか非現実的な感じがしてきたね。